はい、皆さん、おはばちゃみやちゆきです。それではですね、今日は、NTT Communications OCN Mobile One マイクロ SIM パッケージを使って、こちらの Dell の、Venue 8 Pro ですね、を、インターネットとかね、全部使えるように、ちょっと設定をじゃあ一緒にやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではですね、まず早速、この Venue 8 Pro ですね。立ち上げたいと思います。じゃあ、立ち上げたんで、とりあえず、これもですね、一回開けていきたいと思います。開けるとこんな感じですね。はい。コースも選べるってことでね。で、この SIM カードっていうのがあるんですけど、ちょっと、そうですね、ちょっとあんまり見せられないんですけど、この SIM カードとかをまあ登録していくわけですね。まずこれをこの剥がしていきたいと思います。で、台紙から離したら、じゃあまずこの通りにやっていきましょう。サービス開始までの流れということで、ぼやけてますね。はい、1番ですね。まず OCN1 の方に、まあ、アクセスしてくださいということで、まあ、こっちの、Venue はまだ使えないので、パソコンの方から一回アクセスしてみたいと思います。そうしましたら、このサービス開始前の流れということですね。こちらです。1番にまずアクセスをしました。http://s.ocn.jp/one ですね。1。ちょっとこのページが出てきます。それで2番ですね。利用申し込みボタン。から、SIM 情報入力画面に進み、SIM カードの、発信番号、端末製造番号を、入力してくださいということで、じゃあ、いきたいと思います。はい。で、OCN モバイル1 SIM カード情報入力ということで、ちょっと近くに寄りますけど、はい。こんな感じでカードがくっついてますんで、まあ、その通りに、じゃあ、番号を僕の、番号を打っていきます。というわけで、入力し終わりましたので、じゃあ次に進んでいきます。まあ、SIM 情報の確認ですね。次にやって、まあ、確認したら OK。また次進みます。そうしましたら次はこの画面でございます。通信の速度と通信容量ですね。月額の基本料も選べますね。で、キャッシュバックの対象コースというのもあります。なんかそんなサービスもあるみたいですね。で、この容量ですね。容量を超えると、通信速度がかなりまあ遅くなるっていう、あれがあるんですけど、まあ、ね、月々一番安くできるっていう、じゃあ、どうしようかな。この980円コースで、じゃあ、やってみましょうかね。はい。で、パッケージの種別とか確認ですね。で、この050プラスは申し込まないので、そのまま次へ行きます。で、次、申し込み者情報入力ということで、じゃあ入力をしていきます。で、まあ、OCN の、ちょっとごめんなさい。はい。で、クレジットカードの支払い。支払い方法は、クレジットカードとか、まあ、いろんな設定をこうしまして、まあ、その他のオプションとかも申し込むとかなんとかってやって、まあ、大体終わったので、じゃあ次に進みます。で、まあ、すべて確認をして、そうですね、まあ、申し込むというボタンを押します。まあ、全部でだから1300円、400円ぐらいでですね。はい、そうしましたら、申し込み手続き完了したので、そうすると4番ですね、お申し込み手続き完了後に表示される認証 ID、パスワード、接続先、APN をお控えくださいということで。はい、そうしましたら、次ですね、控えたら、あとちょっとですよ。5番ですね。SIM カードの IC 部分を後ろから前に押し込んで、カードから完全に切り離し、ご利用端末に挿入してくださいと。はい、というわけで、こんな感じで、切り離しました。挿入してくださいとありますので、じゃあ入れましょうかね。で、この Venue 8 Pro の場合は、ですね、この横側に、この SD カードとか、こんな感じでパカッと、はい、開きますので、この、ですね、はい、これによると右側にこうやって入れていきます。はい、というわけで、挿しました。こんな感じです。はい、デスクトップですね。前飛んできました。そしたら、ですね、こうインターネットのところ、ボタンを押します。それで、モバイルブロードバンドを接続して、まあ、自動的に接続するにするんですけど、こういう接続はまずできないので、そうすると、接続情報が正しくありませんっていうのが出るんですね。そしたら、この詳細を表示するっていうところを押して、ここでアクセスポイント名、APN、ユーザー名、パスワード、で、認証の種類っていうのが出るので、だから 接続ができないので、ネットワークで、カスタムの接続になりますね、これは。カスタムの接続を押してください。はい、で、認証の種類。アクセスポイント名、APN、ユーザー名、パスワード、認証の種類はチャップということで。はい、全部入れました。それではじゃあ次へで接続してみたいと思います。うん。できました、接続が。はい、NTT ドコモ。接続済みとなっております。というわけで、これでもうインターネットができるわけですね。はい、こんな感じでもうニュースとかももう見れるようになってます。はい。980円でこれがもう使えるってことですからね。月々。はい、無事ね、インターネットもつなげるようになりました。ありがとうございます。ということで、次回はですね、この、はい、Office をね、使えるように今度はしたいと思います。プリインストールされているので、こちらのライセンス認証をね、次回の動画ではやっていきますので、はい。ぜひぜひチェックしてみてください。はい。ということでですね、今日は NTT Communications の、はい、こちら OCN Mobile One マイクロ SIM パッケージということで、はい。安くね、やっぱインターネット使いたいので、自分で、こう、でも外出先とかどこでも、こう、同じ、スマホとかと同じようにインターネットをしたいっていう方、まあ、通話がね、これできない、電話ができないんですけれども、それ以外の、はい、インターネットもメールも可能なパッケージとなっております。ぜひぜひ980円から始められますので、興味のある方は、ね、簡単なんで、まあ、見ていただいたように設定も、はい、すぐに初心者の方でもできると思うので、ぜひぜひね、チェックしてみてください。はい、それでは、宮内ゆきでした。